で、これもつい最近ほやほやです。メカリ神社さんが社殿を新しくされました。ここです。社殿によると中愛天皇9年、神宮皇后が神の教えのままに、現在の朝鮮半島である三冠の征伐に向かわれ、勝利した際に豊祭のおぼし召しを持って創建されたと言われている。御祭神は天照大神の荒御霊、月榊いつの御霊、天盛る無勝姫の御子と別称瀬王立姫、月の女神であり汚れを払うみそぎの神様。メカリ神社ですよ、文字のね。豊の国、武前の国の伝承者、すごいでしょ。またニューフェイスが現れてくるんですよ。アマテラスさんの荒御霊と瀬王立姫神様が一緒ですって。驚きでしょ。もう一回言いますよ、彦さんのあの中央の女神様ですよ。慶太天皇のクーデター、526年、こうやって神宮さんの王朝続きましたが、武烈天皇のところで子供がいないということで慶太天皇さんが担がれます。この方がやっと大和に入ったのが、大和の、言われ玉穂の宮福知町金田の稲荷神社だと思っております。その翌年に祝いを吸収します、筑紫の君をね。で、その祝いはですね、一人武前の国上津家の阿賀田に逃げてきます。これ不時です。そして南の犬ヶ岳の坂敷熊の峰に終わったとありますね。そして久保手さん演技に任納27代、慶太天皇の御、この阿賀田の国人犬ヶ岳の凶暴なる鬼を恐れるだって結局滅ぼします。これがどう考えてもあの神武天皇の道案内をした八田ガラス一族が鬼に貶められて滅ぼされたという事件でございます。岩井はその八田ガラス一族の本拠地に逃れようとしたみたいですね。この不時一文からいきますとね。で、そうやって国の礎を固めて、また若干革命王朝を建てられた慶太天皇さんが、ちゃんとした時期に男は耕さなきゃいけないし、女性は、糸を紡がなきゃいけないと。だから天皇自ら耕して農業を進め、そして公費は、誤解して開口を買って桑の時を進めなくてはならないという、こんな消直をなさってるんですね。したがって慶太天皇、また王朝革命が起きますが、五穀豊穣の神たる高羽の神を祀ったことは確かでありますね。これこの前出しました。はい、上皇陛下美智子様ね、平成の30年間ずっとこれ宮中でなさったでしょう。帝王自ら耕し、皇后自ら開墾の時を進めたも、慶太天皇記に書いてあるんですよ。その昭直以来ですよ。だから金城陛下に至るまで皇室の伝統はちゃんと古事記日本書紀の世界を受け継がれていらっしゃるんです。だから僕は皇室は豊君でいらっしゃるっていつも言うと思うんです。筑紫の君ではないんです。火の君ではないんです。豊君でいらっしゃるんです。だから天皇家は豊国に発祥されとるのであります。さあ、今度はその子の欽明天皇、飛鳥時代に突入しますね。ここでいきなり蘇我氏が登場します。もう皆さんのところにも手元にありますので、また後でお読みください。天皇家の外戚になりますね。で、550年、欽明天皇の時、百済の称名王から仏像と経文が届きます。それで数仏派の蘇我の稲目と廃仏派の物部の起こしとの間で対立が起こります。
これが日本史の教科書でも有名な蘇我対物部の戦いです。物部氏の神様は誰ですか？ね、いや逃げ合いじゃないです。私の世界では大物氏さんですよ。元正せば、これが神道ですよね。彦さんって不思議なとこですよね。神仏集合なんですか。絶妙なバランスのもとに信仰を集めたお山だということですよね。これで西山さんの近代史方面からのアプローチが私の古代史研究とつながっていることはお分かりいただけましたか。そう、ちゃんと真面目に古い文献を読めば読むほどこういうことが分かってくるんですね。ここですよ、飛鳥の都。これ行橋です。都町です。美達天皇、さっき彦さん抜きにありましたね。美達天皇さん、はい、見てください。仏法を信じなかった。で、彦さん抜きにこれがあるんですね。この、この宮山に移られたのが金光七年日の絵猿の年、西暦576年、美達天皇御代のことでありました。当たっとるんです。この時も彦さんは先ほどの西山さんの説明にありましたようにもう神仏集合始まってましたですよね。だけど美達天皇さんは仏法をお嫌いだった。だから大物主の神だけを移動させられた。だからこの宮に移ったと私には考えられるわけでございます。彦さんって不思議なお山でしょ。やっぱりこう中央の王権によって帝の御心によって神様がやっぱり移動したりするんでございますね。はい、次が陽明天皇さんです。この方が放送で倒れた時に私は三方に寄りたい、私は仏教に帰依したいとおっしゃった。そうすると今度は次の蘇我の馬子と物部の守屋がまた激しく議論したとありますね。そしてとうとう崇祯天皇の時代に馬子と守屋が戦いました。最初蘇我の馬子情勢悪かったんですが仏に祈って物部に勝つことができたらお礼にお寺を建てますと言って勝ったんですね。それで平定後に馬子は、これもまた常識と違いますよ、私は馬宿の王子聖徳太子が四天王寺を建てたとは思っておりません、馬子が建てたと考えております。方向寺も馬子が建てたと書いてあります。日本書紀にでイルカの時代まで戦を極めますね。仏教一辺倒です。はい、これが行橋椿市廃寺跡です。ここに四天王寺、大阪に移された四天王寺がかつてここに馬子の時代は建っておりました。福永説です。礎石の跡が数センチも違いませんね、大阪の四天王寺とね。はい、そしてこれは奈良文献の先生、史美の専門家が築城町の船迫釜跡から見つけられた史美の破片から復元されました百済様式の史美でございます。かっこいいですね。今の奈良県のお寺の上には初等様式7世紀の史美がかかっております。これ6世紀の史美です。だからこっちの方が古いお寺さんだったんですね。四美の形が違うんでございますよ。さあ、その後にいよいよ壬申の大乱に至りますが、これも何度かも講演でやってきましたので簡単に一種の変から言っておきますね。飛鳥板吹の宮の大極殿内でイルカを撃ちました。天智2年663年、和国本庁が初尊皇の戦いで負けてます。そして私が申し上げたのは天智天皇は当新羅連合軍と戦っておりません、当の捕虜になったのは筑紫の君幸山だということが日本書紀ちゃんと書いてあります。そして天智3年664年、この年にこの幸山がこの中国側の、核武装
あるいは百済の左兵禰軍たちと一緒に太宰府に戻ってきましたが、東軍が太宰府を占領したので、筑紫の君佐知山は仕方なく天智天皇のところに許しを請うような形で、ここが大事です、天智天皇の皇太帝となる弟分になったということで、天智と天武は兄弟じゃありません。そしてその天智天皇9年にいよいよ戸籍庚午年籍作ります。でこれは朝鮮側の記録です。和国改めて日本と号す国号大和からこの大和に変わりました。これが日本の始まりです。ひいずるところにしかしゆえに、なとなすとありますね。で、天武天皇元年672年、壬申の大乱です。で、これは大分県側に残る江戸時代の園国義仙公という本の中に、年号の話がありまして、そしてこの朱雀という年号に対して、中元、カーンという年号がかつて豊国にありましたよって書いてあります。天智帝の時中元4年、西暦671年に終わると、始まりは668年です。で、天武帝の時に漢、また曰く案ずるに年数をつまびらかにせずとありますね。ただ皆さんにお尋ねします、中元ってどっかで聞いたことなかですか？そうです、中元寺川の起こりです。こういう書物は現存しとるんです。今のところ日本で私だけですよと。さあ、いよいよ終わりに近づきました。これは今度は河原のすぐ北、龍ヶ原権現さんの演技ですね。